468回始めます、11月17日です、今日はね、日本代表カナダ戦ワールドカップ前の最後の調整試合ということで楽しみにしてるんですけど、早く帰ります。読売新聞オンラインから468回ですね、女性の拒否が極めて困難な状況でセクハラということで、長野大学の男性教授を、停職6ヶ月ということで、長野大学は、学外で女性にセクハラ行為を繰り返したとして40歳代の男性教授を停職6ヶ月の懲戒処分としたと。処分は、10月31日付と。まあ、この大学とかでのこのハラスメント、アカデミックハラスメント、教育上不適切な言動に該当したと、行為であったとしていると。同大学、長野大学によるとセクハラ行為が繰り返されたのは今年5月、アカデミックハラスメント、アカハラを含め、被害女性が拒否することが極めて困難な状況で行われた不適切な行為があったと。まあ、具体的に何があったかというのはこれ全然記載されてないです。で、同大学は再発防止に努めるとしています。アカデミックハラスメント、略してアカハラ。まあ、もう私には全くね、アカハラは関係ないですけど。まあ、大学教授、単位に渡すも渡さないも教授がにね、あの力ですから、やっぱりね、公平な立場じゃないですし、教える側を教わる側、単位渡す側渡さない側っていうのはありますんでね。これ学校外での話なんでね、何があったのか、まあセクハラみたいなこと書いてありましたんで、まあおそらくこれ40歳代の男性が、まあ大学生の女性、20歳前後の女性に、まあ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 そういうこと、セクハラみたいなことで拒否するのは極めて困難な状況って書いてありますから、まあ何があったかは書いてないです。すごいことがあったのか、またはちょっとね、男が強引に誘ってそれを拒み続けていたのかわかんないですけど、まあね、大学教授ありなしですよね。大学教授もこれね、本当にいろんなのいますから、おかしなの、まあ、むしろ変なやつがなる。いや、これはちょっと語弊があるか、資格もいらないし、教員免許とかいらないしね、大学教授の場合。あと、まあ中途でね、中途っていうか途中でもっとね、もともと教育畑じゃない人もなれますしね。やっぱり20歳前後の女性とか近くに接していて、この40代の男もそうですけど、まあまあまあムラムラっと来たんでしょっていうことじゃないですか。これ分かんないです、何にも書いてないんで。まあ変な教授もいっぱいいますよ、大学なんて特に。実感だと中学校の教諭とか、まあ数多いですかね、中学高校とかね、小学校とか数多いからあれですけどに比べると、私はちょっと、大学教授はね、とんがったっていうかね、癖の強い人は多いような気がします。はい、今までの経験上。ということでこれだけが言っている。いや、何にも書いてないんだなこれ、長野大学。とにかく赤原で半年、6ヶ月か、停職6ヶ月にしたっていうだけで、具体的なのは何もない。何があったか、被害女性が拒否することが極めて困難な状況で行われたと、不適切な行為、赤原、これだけです。ここからもう想像するしかないっていうか、想像しなくてもいいんだけどね、そういうことがあったっていうことです。まあ本当気をつけないとね。とにかくこういったもの、男性が加害者、女性が被害者っていうパターンが多いんでね、特に女性の方、何かあったらこうやってね、訴える、どっかに相談する、これ大事だと思います。何か事の行為、本当にね、性暴行とかね、性交とかされる前に一歩手前で、もうどうにもね、その相手がね、どうにもならないようだったら、もうとにかく周りに周知すれば、こうやってニュースになりますから、ニュースにしなくたっていいんですけどね、しないと止まんないと思いますよ、その相手方はね。おそらく悪いと思ってないんだから、大体。はい、
ということで468回これで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。